マーカス・リノ、マーカス・アルバート・リノ、A、マーカス・アルバート・リノ、1834年11月15日から1889年3月30日は、アメリカ陸軍の軍人。南北戦争には、北軍の士官として従軍し、続いて、ラコタ族と、北部シャイアン族とのブラックヒルズ戦争に参戦した。第7期兵隊が全滅したリトルビッグホーンの戦いでは、 その時の役割が注目された。リノは1834年11月15日にイリノイ州キャロルトンでジェームズとシャーロットのリノ夫妻の四番目の子供として生まれた。電気作者によればアメリカ独立戦争中の1777年にラファイエット共にアメリカに渡りリノの時代で約4億ドルに相当する土地を報奨として贈られたフィリップ・フランソ・ルノの 子孫だった。ディノは15歳の時に、アメリカ合衆国陸軍長官に手紙を送り、ウェストポイントの陸軍士官学校に入学するために、必要な資格を問うた。1851年から1857年まで、ウェストポイントで学び、同期38人中20番目の成績で、卒業した1857年7月1日に第、一流騎兵隊の名誉将尉に任官され、 太平洋岸北西部のオレゴン州中東任務を与えられた。南北戦争の時は北軍となり、アンティータムの戦いでは第一アメリカ騎兵隊の隊員を務めていた。1863年3月17日、バージニア州のケリーズフォードの戦いで負傷し、その勇敢で賞賛に値する行動で賞賛に名誉昇進した。4ヶ月後、 ゲティスバーグ方面作戦に従軍した。同じ年、ペンシルベニア州ハリースバーグのメアリー・ハンナロスと結婚し、その後一人息子のロバートロス・リノが生まれた。二人はペンシルベニア州カンバーランド郡ニューカンバーランド近くにの応援を購入した。メアリーが1874年に死んだ時、リノはモンタナで勤務しており、余道州までかけてベントン取り出にいたり、 葬儀に出るための休暇を願い出た。その要請は拒絶された。リノは1864年のコールドハーバーの戦い、ドレビリアンステーションの戦い及びシーダークリークの戦いに参戦した。その後様々な参謀職をこなした後で10月に中佐に名誉昇進した。12月、リノは第12ペンシルベニア騎兵隊の名誉大佐となり、後に 南軍ジョン・モスビーのゲリラ部隊に対抗する一個旅団を指揮した。1865年3月13日、戦争中の賞賛に値する行動で名誉順賞に昇進した。1866年、太平洋岸北西部のリノはバンクーバー取りで勤務を命じられた。リノはコロンビア方面軍の観察長官補大行を務めた。 ディノは1868年に少佐に昇進し、カンザス州ヘイズトリデで第7騎兵隊に合流した。後に、ダコタ巡州のエイブラハムリンカーントリデに転属となり、1876年のジョージアームストロングカスターの鎖族制圧作戦に従うことになった。ディノは1876年6月のリトルビッグホーンの戦いでは、カスターの下で最高位の士官だった。 カスター隊は、リトルビッグホーン側、インディアンの呼び側、グリージーグラス側そばに野営する、ダコタとラコタの数族、シャイアン族、アラパホー族総勢1500人の TPI を見つけ、これを攻撃する計画を立てた。リトルビッグホーンの戦い。インディアン石膏のもたらす、インディアンたちの野営の規模が明らかになるにつれ、リノはカスターに対して慎重な行動をとるよう、 進言した。これはリノだけでなく、リー族、アリカラ族のブラッティナイフ州長や、スー族と白人の根結石膏の密致部位へ、また、クルック将軍ら周囲が口を揃えてカスターに忠告したことだった。インディアン側は彼らの石膏の報告によって前の日からカスター隊を把握していた。攻撃は、ボン隊など全部隊が揃ってから二十六日に行うこととなった。 一方、カスターはこれら経験豊かな軍人たちの忠告に全く耳を貸さず、25日になると、クルック将軍らの部隊の到着を待つこともせず、独断で、リノに3個中隊を率いて南端から、インディアン一大の字を襲いと命令した。これと同時に、カスター隊は5個中隊を率いて、リトルビッグー,ーン側、グリージーグラス側の、右岸側へ渡り、北へ進んで東側から、 野営地を襲うことになった。カスターは三個中隊をフレデリック・ベンティーン隊員に預け、インディアンたちの野営地の南方に移動して、インディアンが南に逃げるのを遮るよう命令した。トマス・マクドーガルの中隊には、弾薬や物資を積んだ、市長隊を連れて来いと命令した。正午頃、リノはまず、一大野営地の南端に野営していたハンクパパ、数族を奇襲した。しかしすぐにクレイジーースら、 オグララ数族が火星してきて反撃し、予想に反して四方に散開した。リノは部隊に馬を降り、散開戦を祝いを命令したが、すぐに数百名のインディアンに側面を突かれたので、リノは川に沿った森林に交代した。インディアンたちが森の中に侵入してきたので、リノはその陣地が維持できないと考え、隊列を乱し、方法の底で急遽川を東へ渡り、 対岸の崖上に登って、部隊兵に今日、リノの丘と呼ばれているところに防御的陣地を形成させた。この時までに、リノの部下百四十名のうち四十名が戦死し、十三名が負傷、十六名は森の中に取り残されていた。ただし、これら見捨てられた者たちの大半は、なんとか、リノ隊に合流できた。第7期兵隊に付けられたありか族のブラッディナイフは、 リノの横に立っていて、頭を打ち抜かれ、宿敵ゴールに喉を裂かれた。その他の石膏の大半はこっそり逃げ出した。リノ隊が攻撃を受けている間に、ベンティーン隊員が三個中隊を率いて、リノの陣地に到着し、火星、その後まもなくマクドーガルの中隊が市長隊を連れて、到着した。散発的な銃弾が丘に向かって放たれていたが、 離れた北東で続く激しい銃声はカスターが激闘していることを示していた。ここでなぜ、リノとベンティーンが前進して、カスター隊に合流しようと叱ったかが、今でも熱い議論になっている。ベンティーンの下で、D 中隊長だったウェア隊は3マイル、約5キロメートル向こうのカスター隊の戦闘に、加わろうと、今日、ウェアの地点と呼ばれる高い崖に部隊を率いていったが、 まもなく激しい攻撃にあって、命からがら安全地帯のリノの陣地まで戻ってきイ、インディアンたちはカスター隊を全滅させた後、リノの丘より高い、遮るもののない地形を占めて、暗くなるまで兵士たちに銃弾を注ぎ続けた。リノとその部隊はカスター隊に起こったことを知る術もなかった。銃撃は翌朝夜明けに再開され、午後遅くまで続いたが、この頃兵士たちは、 遠くのインディアンの TP が片付けられ、彼らが立ち去るのが分かった。翌27日の朝、残っていた部隊は川に近づくことができ、そこでアルフレッド・ケリー将軍とジョン・ギボン大佐の部隊に落ち合うことができた。リノ部下のうち13名が、この戦闘における勇敢さで名誉勲章を受賞した。リトルビッグホーンの戦い後、リノはアバークロンビー取の指揮を任され、 1876年12月に、第7期兵隊の別の士官であるジェームズ・ベル隊員の、妻に、ベルが取り出を離れている間に言い寄ったというとで、告発された。聖光会協会の牧師リチャード・ウェイン・ライトが、ベルの家族と共に泊まっており、リノの挙動に不信を抱くようになって、リノの不道徳な行動に対しベルが告発するよう、説得し、実際に起こったことは不明だが、 ディノは確かに何回か大衆の前で酔っ払っており、ウェインライト牧師が砦で説教を行う許可を取り消していた。一方、ベルは、リトルビッグホーンの戦いの間は、派遣任務で出ており、その中隊はそれで、ディノが避難されていた、全滅の時に消えて亡くなっていた。公然歪説の告訴が第七期兵隊指揮官、サミュエル D ・スタージス大佐に行われ、スタージスは、 その国葬を改装したが、リノのいかなる特別な過失も却下した。この事件の大半は他の士官たちも飲んでた。休日のパーティーで起こった。リノは指揮を委ねて、セントポールのサモン会議への出頭を命じられた。会議は解雇を推薦したが、ラザフォード・ヘイズ大統領がこれを厳禁し、2年間の降格と給与の停止にした。リノは、リトルビッグホーンでの 臆病な振る舞いと酔っ払いという告発に対しては、後にサモン会議を要求し、招集された。このサモンは通常頭文字を並べて、恋と呼ばれている。サモン会議は1879年1月に、シカゴで開催され、戦闘に参加し、生き残った士官の大半が証人として呼ばれた。歌士官たちは、リノやベンティーンに肯定的な報告をするよう強要されたと、後に述べた。 陸軍の長である、ネルソン・マイルズ将軍に接触した、法廷記者は、会議全体がごまかしだと書いていた。会議は、リノに対する告発のどれも指示しなかったが、称賛することもなかった。後に会議録が閲覧に灯された時に、ページがなくなっていたり、記録が異なる、人々の手でなされており一人の書記官のものでは、なかった。しかし、1880年、 リノは飲酒のために士官として、見苦しい振る舞いをしたということで二回目の軍法会議にかけられた。リノは、その指揮官に弁護されたが、それでも、有罪とされ、任務を解かれた。リノは、ワシントン DC に移動し、そこで検閲官として恩急局に雇われた。1884年1月には、イザベラレイという名の政府事務員と再婚したが、数ヶ月後にはイザベラが出て行った。 息子がウイスキー醸造者の相続人と結婚したとき、リノは忙しすぎて結婚式に出席できないと手紙を送った。実のところ、リノは記者賃もなかった。リノはその回想録を書くことを提案したが、ニューヨークウィークリープレスはその提案を拒否した。リノはリトルビッグホーンの戦いに関する日記の一部を送りつけたが、 それは出版されずに変装された。死後に出版された。リノは、絶眼の手術を受けた後の1889年3月29日、満54歳の時に、ワシントンで死んだ。1967年、アメリカ陸軍の検閲局は、リノの1880年軍法会議における、原書類と証言を審査し、反対の結論を出した。その、普通状態状態は、 名誉の助体に変えられた。リノ少佐は当初、ワシントンのオークヒル墓地に墓悲鳴もなく、埋葬されていた。その以外は1967年に、リトルビッグホーム戦場跡にある、カスター国立墓地に移送された。リノのウェストポイント時代の最良の友は、画家のジェームズ・ホイッスラーだった。ある試験の時に、ホイッスラーがシリコンは機体であると言った。後年ホイッスラーは、リノに、 もしシリコンが機体だったのなら、軍隊に泊まり、おそらくは将軍にもなっていただろうと言った。リノはそれならば誰も、ホイッスラーの母について聞くことは無っただろうと答えた。リノのことを知っている人々は、それがリノの勝って言ったことのない唯一のジョークだと言った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。